もう今やるしかないっていう危機感ですね。次のが決まってないので。明日をつかめ。今回の主人公は今がまさに勝負の時。いらっしゃいませ。ボタンダウンの商品ですと、この辺りのものなんです。正体は洋服店の店員さん。いえいえ、これは彼女の仮の姿。夜家を覗いてみると、みんな大嫌いだ。行っちゃった、恥ずかしい。パズルのピースを探している間はみんなランダムに動くから。チャンスをつかむのは自分の声。そんな彼女の正体は声優藤井みなみ。明日をつかめ。大切なのは君の時間。まずは仕事、もちろんプライベート。できれば自分磨き。藤井さんの仕事場は都内の音響スタジオ。ここで毎週30分のアニメ番組を収録している。あのアイラユルキアイネンを破って決勝戦に進出してくるとは。対戦相手がおりませんな。君は世界大会ベスト16、八坂真央言います。藤井さんが出演しているのは人気アニメシリーズの最新作。演じているのは関西出身の男の子。主人公のライバル役として登場している。もうここは、上からでいいから、さあ来いって、ちょっともっと気合いを。これクック TV してるから、だからメインキャラクターを演じるのは今回が初めて。声優5年目にしてようやく掴んだ大役だ。うちの声だ。準備はよろしおす。ここんとこ鬱憤がたまっとるさかい、本気で行かせてもらいます。はい、すみません、こんにちは、よろしくお願いします。京都出身の藤井さんは8年前に上京。今は一人暮らしをしている。猫が出てきました。藤井さんは昔からアニメや漫画が大好き。これまではドラマ CD やゲームを中心に幅広い役柄を演じてきた。あるゲームで演じたのは男女の兄弟。だからそうやってやみくもにやったってダメなんだよ。若い女の子と老婆の一人二役もお手の物。私も豊作かも。うん、これだけあるなら食うのには困らんわい。子供からお年寄りまで様々な役を演じるのを得意としてきた藤井さん。しかしそれが今悩みの種となっている。ザ・器用貧乏みたいな感じですね。誰が見ても、あの声はすごいいいよねとか、あの演技はすごい、あの子にしかできないよねっていうようなものを持ってる子の方が存在感ありますよね。誰にでもできるようなものしかできない人っていうのはやっぱり消えていっちゃうんですよね。この5年間仕事は平均して月に1回程度。今は毎週アニメの仕事があるものの、それも3月で終わってしまう。仕事以降は全然決まってないです。真っ白です。春は抜け抜けですね。結局自分ってこれが終わったらもう何もないっていうのが本当に怖くてしょうがないですね、今は。だから何とかしなきゃいけないけど、何をどう何とかしたらいいのかわからない。今やってる役を全力でやるしかない。
声優として生き残っていくためには誰にも負けない武器が必要。この日は次の仕事の相談のために事務所を訪ねた。藤井さんの事務所では160人の声優の仕事を十数人のマネージャーで担当している。事務所ではアニメやナレーションなどの依頼が来るとマネージャーがその役に適した声優を選び出す仕組みとなっている。多くの若手は事務所から声がかからなければ仕事やオーディションをもらうことはできない。藤井さん、この日は自分の声を収録した CD をマネージャーに聞いてもらうことで次の仕事につなげようと考えた。ガンプラ新料理奥義ハイパーサテライトキャノンガンダム X の。藤井さんが最も力を入れているのは今アニメで演じている10代の男の子の声。公務員になって安定した生活を送るって決めたんだから。その他にも元気な女の子の役など自分の強みだと感じている声でアピールする作戦。でもマネージャーの第一声は、さすがなんか藤井さん の器用な部分っていうか、はい、まあ、いろいろできるなっていうのはすごく、やっぱ感じますね、はい、藤井さんコンプレックスに感じている器用なところを褒められてしまった。あ、ちょっとその今の器用さっていうのはやっぱりそこが藤井さんのね、なんか個性だと思うし、うん、なんか全部が70点ぐらいの気がするんですよね。その突出したものがなくて、うん、言われたらこれもできます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 ってなるんですけど、うん、全部70点とか9大、いわゆる9大点で、うんうん、その器用さがあるから逆に安心というか、うん、困った時の藤井さん。事務所からは頼りにされているみたいだけど困らなくても呼んでもらえるようになりたいっていうのが正直な気持ちですね。事務所から出た後藤井さんは街中へと繰り出した。買い物ではなく、これ実は演技を磨くためにしていること。そうですね、いろんな年代の声が聞けるので喋り方だったり生の声として参考になります。今特に注意深く聞いているのは10歳前後の男の子の声だ。これまでの仕事の半分以上は男の子役。これを極め器用貧乏から脱出したいと考えた。ん？藤井さん、時計を気にしてるけど。子供って全部時間が早いんですよね。なので10、9、8、7って数える時も大人が数えるよりずっと早いんですよね。みんな早口なので。でもなんかちょっと発声できてない音があったりとか、そういうところがなんかちょっと子供を残してる感じの音。あのぐらいの年代の子がもっと自然にできたらなと思います。はい、今演じているのもまさに同じくらいの年代の男の子。家に帰るとすぐに台本の練習に取り掛かった。ざまおらんくなるし。今回の藤井さんのセリフは6つ。まずは絵に合わせてセリフのタイミングを確認していく。夜10時、一人で演技の練習をしたいということでスタッフは一旦外へ。ここから自分との戦いが始まる。
そんな藤井さんの1週間スケジュールを見てみよう。声優の仕事とアルバイトで自由時間はほとんどない。週に1回の収録のために毎晩遅くまで台本の練習をしている。そして週に5日はアルバイト。生活費のほとんどはここで稼いでいる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。藤井さんのアルバイト先は紳士服店。上京して以来8年間ここで働いてきた。こちらは41で、ボタンダウンの商品ですと、この辺りに。今では社員からも一目置かれる存在だ。アルバイトもこれは生活に必要なことなので、やっぱりそれだけの責任感を持ってやらないといけない。お仕事とはまた別の責任感みたいなのが。いらっしゃいませ。そんな藤井さんの収入と支出はこちら。紹介してくれるのはご本人、スタジオの藤井さん。はい、お任せください。私の声優としての収入はまだまだ不安定。多い時は10万円、オーディションに受からなければ0円。そのためアルバイトの収入18万円が生活に欠かせません。支出では洋服代に3万円、リボンやカチューシャなどの小物が大好きで、見かけるとついつい買ってしまいます。藤井さん、ありがとう。この日、いつもよりも早くバイトから帰ってきた藤井さん。なんだかそわそわしているようだけど。今日はガンダムビルドファイターズの17話、私のやってる八坂真央くんの主役会です。絵と音が完成した状態で見るのは藤井さんも放送の日が初めて。子供の頃から大好きだったアニメシリーズ、初回は感動のあまり泣いてしまったそうだ。番組を見終わった後の何よりの楽しみは、自分のツイッターに寄せられた感想を読むこと。藤井さんが主役を張ったこの日は、いつも以上にメッセージが届いていた。本当になんかすごくいっぱい感想が来て嬉しいですね。もう画面が追いつかない、はい、演じる役者さんが渡してよかったですって言ってくれるのが、他の人に比べて抜群に知名度が低いのでそれでも私でよかったって言ってくれる人がいるっていうのがすごく嬉しいですね。多分見てくれてる人もみんな思うと思うんですよ、そんなにずっとバイトしてて、夜中練習してて、で仕事って週に1回あるかないかとか、月に1回2回あるかどうかなんでしょうって、それって楽しいのとか、そんな不安定な生活しててそれで不安はないのとかってみんな思ってると思うんですけど、不安はもちろんあるし、焦ってる気持ちもあるし、でも月に1回でもお芝居できて、それでお金もらってるってすごいことだなって。他の何を犠牲にしてもお芝居の方を大事にしたいっていう気持ちがあるんだと思います。安定した生活だったり、大事な人だったりっていう、いろんな大事なものがあるんですけど、そのお芝居をしている自分っていうのが一番好きで一番大事でっていうエゴの塊みたいなものなんですけど、そうしてないと生きていけないぐらい好きっていう気持ちですね。藤井さんに日頃の練習の成果を発揮する時が来た。マネージャーから久々にオーディションをもらったのだ。4ヶ月ぶりですね。去年の10月からもらってないです。緊張してます呼べるだけやるしかない。今回のオーディションはここ数年需要が伸びているソーシャルゲーム。
選ばれるのは30人の中から6人。競争に勝たなければ仕事はもらえない。オーディションで用意されていたのは3つのキャラクター。男の子役を磨いてきた藤井さん、ボーイッシュな黒龍という役を狙っていた。では後ろのマイク。声優たちが入れ替わり同じ役を演じ、それを音響監督やゲームのプロデューサー、シナリオ作家たちが採点する方式だ。健康くらいしか願うことがなかったんですけれど、責任取ってくれますか？面白いな。いや、悪くないよ。ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい、面白いね。そうですね。いや、キャラがちょっと違うけれども、前の人の評判がいいみたい。緊張するね。少年の方が合ってたんだけど、なんでだろう。ここでようやく藤井さんの出番。では、やるキャラを教えてくれるかな。黒龍、発蓮、名田風の順でお願いします。一番得意なキャラクターを先に聞いてもらう作戦だ。ご主人のこと、この世界の誰よりも、その、大好きだぞ。キャラクターは合ってるんだけれども、感情のやつができてないのよ。全部が全部元気よくなっちゃってる。いいか、ご主人。演技にメリハリがないと言われてしまった。もう一度やり直しのチャンスをもらうことに。で、陽気くんだけちょっとだけ、また一回しか言わないからよく聞くんだ。やりすぎ。せっかくのチャンスも生かすことができなかった。大好きだぞ。OK、 次何のやるんだっけ。発令お願いします。次は大人びたキャラクター。これまでオーディションではやったことのない役柄だ。ご主人様、私これまでは毎年健康くらいしか願うことがなかったんですけれど、責任取ってくれますか？ちょっと待ってね。じゃあクロノスを。はい、じゃあちょっとね、初見で言ってもらいたいのが、ね、はい、よろしくお願いします。さっきの演技に監督が興味を示したようだ。渡されたのはさらに年齢が高めで色っぽいキャラクター。藤井さん、自分の声を届けることができるか、勝負だ。初見だけどちょっとやってみて。はい、お願いします。あなた最近悪くないわ。でも私の理想からはまだまだ。今後の努力を期待していますわよ。あの、むちゃくちゃ合ってるんですけど。ありがとうございます。こういう役全然やったことないです。いや、すごく自然だよ。 ありがとうございます。普段は割と男の子かちょっと甲高い女の子が多いです。真逆のキャラクターなので、すごいドキドキしてます。オッケーオッケー、大丈夫です。で、ありがとうございました。藤井さんにとって予想外の発見があったオーディションだった。乾杯。オーディションが終わった後の楽しみは事務所の同期と飲み会、時には同じ役を取り合うライバル。でもオーディションが終われば一番心を許せる仲間だ。どうだった？いや、でも受かる受からないは別にして、すごくダメ出ししてくれる監督さんだったから、そうだったね、それはすごく。でも私全然なかったんだけど。やり直しさせてもらったでしょ。うん、でもね、今日ね、ちょっとやっぱり嬉しかったのが、その自分が得意だと思ってた役は、受けなかったんだけど、あ、そうだね、自分が
ができないだろうけどやってみたいなって思ってた、大人っぽい役を褒めてもらえたのでした。できないと思っててやってみたら、できたりとかね、いいよそれすごくいいよって言われる時があって、そうだね、で今も出てくるよね、あこんなのあったんだって。結構なんか年を重ねたりとか、気持ちが変わるとできなかった役もできるようになってきたりする。あ、なんかわかる。なんか年齢を重ねると、だんだんわからなかった感情がわかってきたりとか。なんかすごいわかる。みんなそうなんだね。なんでなんだろうね、あれね。オーディションから2日後。話せよ、お母さんの嘘つき。お父さん。この日も男の子の演技を磨く藤井さんの姿があった。こんなコンクールで。これを録音して。またマネージャーに聞いてもらうんだって。みんな大嫌いだ。ボン、ちょっとこっち来とみ。ほらこれ、おばあちゃんが買うてくれはったんよ。あれ、大人っぽいキャラクターにも挑戦してる。何か気持ちの変化でもあったのかな。後でちゃんとお礼言うんよ。自分がいいと思うものが他の人にいいって思ってもらえるかは全然別のところなので、自分が苦手だと思っててもこの間みたいに褒めてもらえることもあるので、はい、ちょっと頑張らないといけないなって。後でちゃんと礼言うよ。藤井さん、自分をアピールできる新しい武器を一つ見つけたようだ。ほんならヒーローさん、うちらのこともちゃんと守っておくれやす。なんだよ、話せよ。はい、おはようございます、藤井みなみです。あ、はい、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。はいはい、はい、失礼いたします。この間火曜日に受けたオーディションの結果です。まだ役は決まってないそうなんですが、一応受かりました。はい、おめでとう。はい、ありがとうございます。一気にヒューンってあーよかった。何やってたんだっけちょっとお茶飲んで落ち着こう藤井さん、よかったね。最後に演じた大人っぽい役が合格の決め手となったようだ。自分の一番を取れるだろう、評価される部分があるんだなって感じたので、それもちゃんと磨きたいと思いました。当面の目標はもうちょっとお仕事して、ちょっとバイト減らしたいかなっていきなりの大きい目標を持ってくじけるといけないので、ちょっとずつちょっとずつ到達点みたいなのを少しずつ山を登っていけたらなって思います。到達点も最終的にはそれも、他にこの役を演じられる人はいないよねって言ってもらえるぐらいの唯一無二の表現者になれればなと思います。